ラブライブ。シリーズラブライブ。スクールアイドルフェスティバルオールスターズ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。ラブライブ。シリーズラブライブ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会は、メディアミックス作品群。ラブライブ。スクールアイドルフェスティバルオールスターズおよび、ラブライブ。 虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会に登場するスクールアイドル活動を目的とした架空の同好会及びそれに所属するキャラクターの声を演じる声優たちによる実在の10プラス1人組女性声優ユニットの名称略称は虹学現実世界における所属レーベルはランティス本校では声優ユニットとしての 虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会について解説する。ラブライブ。シリーズの1作品、ラブライブ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の主役であり、同シリーズのオールスター作品であるゲーム、ラブライブ。スクールアイドルフェスティバルオールスターズの主役でもある、スクールアイドル、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のメンバーを演じる声優陣10名による声優ユニット。 ゲーム、ラブライブ。スクールアイドルフェスティバルの4周年記念プロジェクト、パーフェクトドリームプロジェクトの一環で結成された。なお、キャラクターとしては、ミューエスやアクアのようなグループと異なり、それぞれが個別に活動するスクールアイドルであるが、声優陣に関しては、実質的にグループとして活動しているため、本記事では便宜上、声優ユニットとして取り扱う。 2017年3月末、スクフェスの派生プロジェクト、パーフェクトドリームプロジェクトが発表。スクフェスから3人、そして新規キャラクター6人による、新スクールアイドル、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会が発表され、それぞれスクフェス公式サイト、電撃オンライン、ファミ通アップの3つのウェブ媒体に分かれて活動するという、無印、サンシャイン。 と異なる展開から始まった。同年9月21日に開催された東京ゲームショウのブシロードブースにて行われたラブライブスクールアイドルフェスティバル新情報発表会ステージで担当声優9人が発表された。U.S. アクアと異なり CD リリースの予定のないまま翌10月からラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会始めまして。 公開生放送を皮切りにインターネット番組での露出を開始した。2018年2月よりインターネット番組ラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会見えるラジオにて冠無ラジオ番組のパーソナリティを決める学年別ラジオパーソナリティ争奪戦を開始し、久保田、楠木、田中が選ばれ、同年6月よりラジオ番組ラブライブ虹ヶ崎学園 お昼休み放送室を配信開始した。同年7月より、アベマ t v 内のチャンネル、ウルトラゲームスのイメージガールを決めるインターネット番組、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、アベマ TV ウルトラゲームスイメージガール決定戦が放送開始され、10月にサガら演じる中須カスミが選ばれた。同年9月20日に開催された、東京ゲームショーの ブシロードブースにて行われたラブライブシリーズ発表会で CD デビューを発表またグループ単独の公式サイトが開設された同年11月ファーストアルバムときめきランナーズをリリース2019年3月ファーストアルバム発売記念のトークライブイベントラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会校内マッチングフェスティバルを開催し 同アルバム収録楽曲を初披露した。10月、セカンドアルバム、ラブ、You My Friends をリリース。12月、武蔵野の森総合スポーツプラザにて、初のワンマンライブ、ラブライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同公開ファーストライブ、With You を開催した。ファーストライブ内で、キャラクターとしての虹学を主役とした、テレビアニメの制作が発表され、それに伴い、 前述の公式サイトがテレビアニメとしての公式サイトにリニューアルグループ単独の公式サイトとしての役割を終えた2020年1月ラブライブシリーズ9周年記念ライブイベントラブライブシリーズ 9th anniversary ラブライブフェスに出演2020年8月スクスタのサブキャラクターとして登場した三船しおり子が加入20年9月 セカンドライブ、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会セカンドライブ、ブランニューストーリー、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会セカンドライブ、バックツーザとキメキが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京ガーデンシアターにて無観客、有料制配信で開催、2日目にテレビアニメ版の詳細が発表された。 2021年3月、スクスタリリース1周年を記念し、各メンバーが自分以外のメンバーのソロ曲を歌うライブイベント、校内シャッフルフェスティバルを有観客で開催。小泉は、これが二次学関連で初めての有観客イベントとなった。2021年5月、初のドーム公演となるサードライブ、ラブライブ、二次ヶ崎学園スクールアイドル同好会サードライブ。 スクールアイドルフェスティバル夢の始まりを開催、2日目に、ホースライブの開催とテレビアニメ第2期が2022年、放送予定であることが発表された。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会は、以下の10名プラス1名で構成される。キャラクターとしては、ソロ活動であるため、リーダーに該当するメンバーはいないが、現実世界においては、大西アグリが実質的なリーダーの立場である。 キャラクターの主な活動媒体によって、電撃組、ファミツー組、スクフェス組の通称でチーム分けされているほか、久保田、楠木、田中は、冠無理ラジオ番組、ラブライブ。虹ヶ崎学園、お昼休み放送室の、前田、楠木、鬼頭は、ラブライブ。虹ヶ崎学園、おはよう放送室の、メインパーソナリティを務めている。さらにミニユニット、デバーディバ、 エイズな、チャヨン RTZ が存在し、各ユニット単独で活動することもある。ファーストライブでの掛け声は、ヘッドライナーを務めた、クスぬきの、移行旧色の虹を咲かせに、に続き、9人で、虹が咲き、と叫ぶもので、アクア同様にエンジンを組んでエンジンの中心に右手を向けてから、空を指さす。ナンバリングシングルテレビアニメシングルユニットシングル、 ナンバリングアルバム2019年5月22日に発売されたドラマ CD。インターネットラジオ、ラブライブ。虹ヶ崎学園、お昼休み放送室内で放送されたラジオドラマと新作ドラマを収録。ラブライブ。シリーズの一般販売 CD における初の楽曲を収録していないボイスドラマのみの CD である。 2020年3月18日に発売されたドラマ CD インターネットラジオラブライブ虹ヶ崎学園お昼休み放送室内で放送されたラジオドラマと新作ドラマを収録2021年2月24日に発売されたドラマ CD インターネットラジオラブライブ虹ヶ崎学園お昼休み放送室内で放送された ラジオドラマと新作ドラマを収録。2020年8月3日以前における出演者の全員は小泉萌えかを含めない9人のことを指す。TV アニメラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会最新話直前放送第3回目以降に矢野ひなきが発した一人だけなんて選べないようは SNS 上で大きな反響を巻き起こし果ては 他のキャストが真似することになるまで発展した。2018年6月21日から2020年2月6日まで、2018年2から4月に開催した、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会、学年物ラジオパーソナリティ争奪戦にて、勝者となった、久保田、楠木、田中による、ラジオ番組、ラブライブ、虹ヶ崎学園、お昼休み放送室が、 響きラジオステーションにて配信。また、2019年11月に開催された、新パーソナリティ組み合わせ投票にて、前田、くすのき、鬼頭の3名が選ばれ、2020年2月20日より、ラブライブ、虹ヶ崎学園、おはようを放送室に、リニューアルされて配信。相性は、共通して、ガサラジ。更新日は原則として、各週木曜日だが、 期間限定で第5回から第19回まで毎週更新された。なお、2020年4月30日より新型コロナウイルス緊急事態宣言の影響で収録が困難となったためお昼休み放送室第1回から毎週5回分をまとめた倉出し配信が7月2日まで実施された。おはよう放送室は5月21日よりリモート収録で配信が再開されている。 虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会声優メンバーが出演した主要なイベントを挙げる。2020年8月3日以前における出演者の全員は小泉萌香を含めない9人のことを指す。ありがとうございます。